お疲れ様です。今日ですね、こちらの50問デッキやっていきます。というわけでユニットはね、アイゴルとスケのみと、で施設にテスラがいるって感じで、まあディガーがね入ってないので、本当にロケっぽいウッドトルネしか相手のねタワーにダメージを与えれないっていうね、なかなかのイカレデッキなんですけども、これがね意外と強いということで、ちょっとねやっていきたいと思います。守れば勝ちです。はい、5分間、まあ、最大5分間ね、守るだけでいいっていう、攻めのことを考えなくていいっていうのはね、このデッキの良さでもあるんじゃねえのか、どうなんだ知らんけど、オグは美味しい。さあでも余裕あったらオケとかポイズンとかかましていくだけなんでね。さあガチ引きこもりデッキです。神様ありがとう。しさあもうこういうのがね一番大事というか一番美味しいですね。またテスラ置いて守るだけ。あそこにも呪文したい。一旦ね。さあ、おお、いやこういうの困るよな。やばい。これで一番苦手。危ない。危ない、怖い、事故る。いやー、さあ守れるか。なんかネクロにポイズンでミニペニロケ打ちたいかもね、後ろから来たなら。てかメガナイパとかにも打つっすけどね、なんでも来たらタワーと巻き込みたいっすね。俺がされて嫌なのはもう逆サイドに逃げられるってなると、逆を1から削んなきゃいけなくなるんで、そういうのはすごい嫌っすよね。さあいらっしゃい。いやここポイズンですね。ちょっとロケはね、メガナイトミニペとかにかませると守りやすくなりそう。さあちまちまいくよ。なんかデリバリーだけで美味しくみたいな。さあちょっと余裕があるんで、もうロケ打っちゃいます。ワンチャンなんか無理やり巻き込みまで考えながらの。さあマジテスラ久々に使うけどね、最近インフェとか大砲とかなんかそういったのがねちょっと流行ってたんで、久々にテスラ使うんですけど、テスラも先置きできるんでねっていう部分ではだいぶ強い。あんなこのトルネですらいらない。ああそれちょっとめんどくさい。よいしょ。おい、ここになんか来い。ういー、さきませんよ。あーちょ待って、やばい、これずれた。なんか嫌だ、なんか嫌だ。いやでもテスラ強い、テスラ強すぎ。さあここまで来ればあとはなんだ、俺がこのメガナイトでヘナチョコしない限りは大丈夫な気がする。さあアイゴルで誘導してしっかりね、こう分けて対応してあげれば大丈夫そうだけど、テスラも残ってる。やばい、うっ、にゃっ、にゃーい。こんなん全然あげれるわ。さああとはもうあと1分間は相手からしたら、あこれ勝てないやつだと思いながら戦う。さあ地獄のあと1分半。言うて呪文全部っぱしとけば削りは早そう。さあテスラ圧倒的壊れ、まあ、あとポイズンかな。はい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 は系は安っすね。あとゴルナイとかか。うん。なんでまあ普通にこうまっすぐ来てくれるね、ゴレとかジャイとか、まあこういう系はだいぶ勝ちやすそうな気がする。さああなたは何でしょうか。あこの首席勢なんかいるっすね。首席メガナイトラム
なんかいたんすか、出席寄付みたいな。ああもうこれやりすぎ。サンドです。おー、ちょっと待って、キング起動したい。痛い痛いけど600で済んだなら許されるな。さあ、ペッコーすね。あー、きつい言うたやん。すぐきついって言ったのが来るっすね。よいしょ。まあでもキング起動できたんで、キング起動序盤でできて勝てなかったらもう何にも勝てないんでね。さあ、そのゴーストの位置は甘え。キングが折れるのは避けたいけど、キングにいっぱい引っ張んなきゃ守れないんで。さあ、ケツペッカ来てもロケットかもします。嫌なのはこっちサイドのケツペッカっすね。左サイドを削んなきゃいけなくなる。ペッカとかにロケ打っていかなきゃね、守れなくなっちゃうんだよ。自陣で溶かせないんだよ。さあ、このガゴですら美味しい。あー、このペッカにロケ、うわ、めっちゃ悩むけど一回やめるか。いや、本気としてこれ2倍タイム入ってたらさすがに打ったっすね。ちょっと2倍じゃないんで、1回引きこもりね。あとガゴなのも美味しいっすね、俺からしたら。テスラを残したいんだけど、読みザップとかも怖いんでね。よしよし、ガゴガゴガゴ、この2体にしっかりポイズンね。うわー、ちょっと、いや、これはね、あの防衛ロケみたいな感じですね。うん、そう打たなきゃ多分この後がね、ペッカが HP 残りすぎてしんどいと思うんですよ。さあ、全て残したいですね。いやー、これ違ったか、危ねえ。ちょっと待って、渋い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 。ペッカもう一回左ケツから出すんだろお前。あー、それは別にいいや。いや、強っ。いやー、これロッキー打たなきゃっすね。さあ、これでこの月守れるかっていう話。いや、守れそうだな。ボンプレ張れちゃうかな。いやー、ビビリなんで張っちゃう。全然いらんかったな。いや、これテスラで内側に寄ってくれるの熱っ。おい、気持ちいいね、流れが。いや、でもこっからでも負けられんのか、俺もしかして。いや、さすがにテスラ2本立ってる。一生テスラ置いてる人になってる。テスラ置いとけばみたいな。おー、マジでテスラ使い。おー、やばい、これテスラに寄るよ。よかった。よしよしよし、だからデリバリーすらもいらない。せっかくなら落としたい。おい、いや、気持ちいい。危ない。いや、ペッカに勝てんのこれめちゃでかいけど、まあ、マジアチャだったりだとか序盤でキング起動できなかったがあると、あ
分無理なんじゃねえかな。多分ペッカ一番きついぐらいだと思うな。エレジアイとかも結局テスラが回れば止まるっしょ。でラバはテスラで溶かしてデリバリーとポイズンあるんで頑張れるって考えると何がきついんだ。陸ゴリゴリユニットいっぱいがやっぱでも一番きついイメージから。ロイジェイとかね。さあウッドスケオグクロ、あクロスとかももうさすがに打つ。消えてみろよ。消えても当たりグッといただきました。いやー着衣ってことはクロスか。いやーロイホグであれ。よしこれでかい。クエ食って欲しかったな。キング起動したかったけど、まあまあまあ。アイゴルのパフ、いやー左側狙いたいんだけど、さマジで着衣がただの壊れなので。あ、でもこれ一生なんか守っときゃ勝てそうじゃね。なんか勝ちしか見えないんだけど、これ生きり、あやべマジの生きりになる。いやー着衣にデリバリーあんのはでかいぞ。あと豚にはねロケ防衛も全然いいと思ってんすよね。てかアイグラもちょっといい。あいつきつけにさすがに弾に入んなよ。おい、めっちゃ外回ってんだけど。ボイホグ、いやでもキング起動できたのはでかい。まあこっから勝てばいいかな。でもなんか間に合わん。入場、痛い入りすぎ入りすぎ。いや本当は同彩の方がねトルネポイズンとかで着衣しばけたんで絶対良かったんですけど。テスラもう一個上げてもいいかもね。消えんのかい。耐える。痛い。次のロケ。上がった。危ねえマジ。ガチ自利品。いや最初からテスラ絶対この高めやるときは最強だって感じな。よしいいぞデリウッドがね豚にマジ強い。セパられたりした方が嫌だったかもっすね。さあ意外となんとかはなってる。
アイゴレで回転ゴリ押し。おー、フェニーだ。ポイズン打ちてえけどな。スキャラとかの可能性もあるんで、一旦ね。チンパンでした。ただの。ただのチンパンやないかーい。あー、これもタワーに入れたかったかもしれない。はい。これ一生繰り返します。低め、マジ当たってくれ。お願い。あ、キング起動したいな。フェニックスか、今ランバー出てきたんで、まあ、ランバーでもいいんで。あ、マジ最悪だけど、ポイズンあるのはでけえ。普通だったらこのエリポンに終わるんすけどね。うわぁ、でも、エリポン。うわぁ、やば。吐きそう。エリポン。え？そういう系ね。マジで。キング起動してんだけど。まあでも困ったら防衛ロケも強いんでね。ランバーフェニープリンスか。いかっちいな。いや、これ取るね。取るね。ちょっとあれだな。次使わずに守って、餌にしたいな、このランバー。さあ、あ、右の方が。あ、これはこっちでいいんじゃない。さあ、削って、削って、削ってなんぼよね。ケツプリ、ケツエリで全部ロケ打つ。あいつだけちょっと例外で、ウッド打てないときは打ちたくないっすよね。うわー、これ、打ったらやばそうな顔してないな。カトゥーン？いや、めっちゃいい音鳴る。来た、餌。待ってたよ、ずっと。お願い、なんも来んなよ。おい、さあ。ガチどうし、エリジャイとかゴールマね、キングキドさえしてしまうと何も怖くないんだよ。さあ、ロケ当たんのかな、これタイミングむずくね。ああ、当たるか。やべ、なんもねえ。マジ動画中によくくしゃみが出るもんで申し訳ない。テスラはね、命、このデッキの心臓です。テスラだけは守んなきゃね、何も守れなくなっちゃう。さあ、でこのエリジャインのロケはもう防衛ロケみたいな感じですね。ぶっちゃけこの自陣で溶かしきれないんで、こうやってダメージ与えとかないと、なんか気づいたら相手ユニットめっちゃ残ってるくねってなるんですよ。してみて、なんか左じゃ右攻めてたんですけどね、左の方が。あ、これちょっと危ない。危ねえ。あと40秒、あのエリコンキモいって。打っとくか。ちょ、マジで危ねえ。今終わった、終わってたよな今。だいぶ、テスラいっぱい立てよ、気づきました。これロケっすね。溶けねえわこいつら。え、待って、やばい。おお、え、やば。ちょっと待って、わ、しょうもねえ。やっば。
と待って、ガチでやばい。いや絶対勝ち確。うわマジで本当にやばい。ガチで気悪いやつだこれ。うわーマジでやってる。あいつ仕留めたいな、もう一回。やばコストめっちゃあったで俺。それで終わりやんぐらい。いやーマジ、ああいうのもう絶対やめた方がいいっすよ本当に。だってもう 98% ぐらい勝ってたっすもん。うん、うわーうわーってやつっすね。シクラはこれやるとマジ沼っすよ。これの後はねもうロケ打とうとしてるもん。初手ロケ。これ沼の始まりっすからね、気ぃつけなきゃみんな。うわ来るな。勝ったわと思ってたわ、勝ってたわ。いやもう親衛隊削り始めるよ俺これ。デリバリー、うわあれに負けちゃあかんよ。はい、さあ溺れてるダックプリ来た。ダックプリ出ますってもうやつやん、もうメリポンゴレやんっていう話する。うわめっちゃ引きずる、さっきのあんなに美しかったのに。メリポンゴレやるんだったら打ってもさ待ってくれるみたいなないかな。こんだけ待ってくれるならロケット打っても、あ待ってくれないんだねそこは。ということはということはですよ。大ピンチってことっすかこれ。えぐい、マジライトニングだけやめてほしい。ライトニングだけやめて、ライトないなら何でもいいから。ライトだけやめて、あライト来ても金ギドするわ。よしよしよし、あ、よし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 、よし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 、さあエリポン、エリポンゴレやな、お主俺の大嫌いな、今の関係で一番嫌いなお主エリポンゴレを使ってやがるな。いやマジでこのゴレ強すぎなんすよね。まあでもエリポン言ってくんないのはいいのか悪いのかわかんないけど、ロッキー打つ必要もないんですけど。ロケ攻めで打ちたいな。あれちょっとやばい。なんか余裕が微妙にあるんだけどみたいな。相手はもうトルネ削り入ってる。いやテスラ強いよ。トルネ削りって何？で気になったんだけど、あなたトルネ削りって何？トルネでダメージ勝てるかな？さあ。ゴリエミネさん。いやマジ結局鉄だけ。とか言ってさっきこれで負けたっすからね。ちょっとさっきこれで負けたかんな。本当にテストで頑張ってくれや。ちょっと待って、これでさっきこれで
リリアからのダメージ入って負けてるからな。なんだ、負けるほど難しいだろこんな。さあめっちゃ確実に守ってあげる。おい、こういうことよ。さっきも最後までもっと丁寧にやっとけよらっていう。よしよしよし、やばい。これはね、うん、絶対倒します。もう一番強いですこのデッキ今。一番嫌い。みんなもぜひ友達とねやるときとかねやってみてください。お疲れさんです。